ね、これ長いタイトルつけると適当に作っても意味持つかなみたいな。なるほど、そういうことだったんですね。はい、で、まあ、無難を取っていこうっていうんで安牌を取ると。はあ、はあ、なるほどなるほど。しっかり、はい、四つ打ちの感じで。そうですね。波形見たら四つ打ちっぽいから。大丈夫。なるほど。そう、後々、ね、そうですね。後々やらかすんですけど、ここにライブラリ化してるコードをね突っ込むんですよ。はあ、はい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 。それがですね、はい、ちょっとキーの選択を、はい、覚えてなくて、途中でまあちょっとキーを間違えるんですよね。なるほど。すごいいい感じなんですけどね。そうそう、多分ここでやるぞっていう感じで今、うんうんうん、そうそうね、ベースも。まあ、ルート引きなら大丈夫。うんうん、そうですね。同じこと言ってますね。そう、はいはいはい、多分ルート引きなら失敗しない。いいですねいいですね。アルペジオ、おしゃれ。そうですね、そう、いやめっちゃ順調じゃないですか。そうそうそう、大体この辺なら大丈夫だみたいな。うんうん、でディレイでごまかす。いい感じじゃないですか、めっちゃ。これ多分途中で時期が発生するんですよね。なるほど。もうクラップですじゃんこれ。クラップじゃないですか。ハットかと思ったらクラップじゃないですか。もうすでに。そうそう、で今これフィルかなって言って、なんかフィルの形見てんですよ。あれ、これフィルドフォルダーなんだけど、なんか変な、こんなだけからってコンガだったっていう。まさかの、めっちゃ書いてありますやん、コンガ。コンガって書いてるやんけって。で、ちょっとこう、かっこよくしようと思って、うん、てか、このままだとつまんないんで、はいはいはい。ちょっとボイスサンプルを。ボイスサンプル使おうと思って、うんうん、いや思いました。めっちゃ思い切ったなみたいな。そう、めちゃくちゃ思い切ったんですよ。すごい。でここでこのピッチをやって、はいはいはい、で置きたいピッチ以外を無効にすると自動でそこに飛ぶだろうなみたいな。へえ、すごい、そんな機能まであるんですね。要は狙ったピッチにの中だけで操作してねっていう設定ができるんで。へえ、じゃそれを使って。え、すごい。うん。わかんないですと。わかんないですと。まあまあまあ、聞いてないんでね。あとから、喧騒のほにゃららみたいなタイトルつけてるじゃないですか。はい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 。だからなんかこう、ちょっと、そのアバンギャルドのタイトルに対して、アンパイの曲だとダサいかなと思ったんで、はいはい、ちょっと。わー、確かに確かに確かに。本当にかつてない博打に。かつてない博打に。そうそう、賭博目次録なんかしら。すごい。でここで C メジャーでスレイブしてるんですけど、はいはいはい、C メジャーじゃないんですよ。はあ、あ、もともとか。登録そん途中で勘違いしてて C メジャーじゃないんですよね。え、もともとのキーは元のキーがあって、はいはい、そこからトランスポーズして C にしたんですよ、はいはい、ミディ見て。なるほどなるほど。なんですけど、その時にルートを間違ってて、はあ、多分ルート間違ってて違うんですよ。でここで BBM が90だってことに気づかず。いや、思ったんですよねこれ。あれちょっと遅い。脳内で120だったから。あーってなって大慌てで今110に修正した。なるほどなるほどなるほど。どうせ聞けないんでね。まあそうですね。で、まあ、どんな状況かが分かんないから。そう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 、難しいっすね。でとりあえず展開つけようっていうので今うんうん、同じ引く音引く狙った。
やつじゃない。もう1オクターブ高くていいでしょ。どう考えても。低い音。低い。今それっぽい自作プリセット探してるとこですね。なるほど。プリセットって役に立つけど、だいぶあれですね。間違えたら大変なことですね。うん、多分いい感じ。まあ、おおむねいい感じですね、今ね。うんうん。すごいおしゃれな感じになってる。ポポポってなってるはずって言ってますからね。うんうんうん、ポポポってなってますね。なってるなってる。大丈夫か。ピアノが低い以外は割といい。ピアノが低い以外は。いやでもおしゃれおしゃれ、すごいいい感じじゃないですか。すごいな。そうそう、聞かなくても。そうですね、うん、ペケペケが欲しいなと思って聞いた。うん、あ、メロ手探りで、やっぱね、なんかちょっと冒険しないとなと思ったんですよ。あ、そうですね、すごいな。おお、ねえ、すごい、いけるいけるみたいな。めっちゃかっこいい。聞かなくてもここまで全然できちゃうんですね。そう、割とまともにな感じになってますね。うん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 、すごい経験則で。どれってなってますね。うん、これだって、そう、あのプシューって音が欲しかったの。プシューって音が。なるほどなるほど。狙った音が。めっちゃ可愛い音が入って。でもわかんないんですよね。どうとかなってるかわからないかな。なるほどなるほど。これ何やってるんですか。何やってるんですか。思い出しました。わかんない、これは。何やってるんですか。なんかやってるんですよね、多分。多分なんかやってるんですけど、これは何ですか。何なのかはちょっとみたいな。ちょっと。ああ、もうこんなことやんなきゃいいのにね。なんかアバンギャルドにしたかった。いやでも確かに雰囲気は。そうですね、Cメジャーだと思ってんで、今Cメジャーにスレープしましたね。なりましたね。そうなんですよ、音量バース完全に分かんないですからね。そうですよね、普段使ってるプラグインだと多分大体この辺かなって思うんですけど、音量感は本当分かんないですね。うんうん、それめっちゃ面白いと思ってました。すごいすごい。できた。めっちゃおしゃれな感じ。で、ボーカルですよね。はい、いただきました。トラックとミティとイメージを。はい、じゃあボーカル白い舞でーす。いただきましたものは、あ、もう一回言いますね、オーディオファイルとミディファイルとあと曲のイメージをもらいましたので、それから歌っていきたいと思います。レッツゴー。このチームなんかめちゃくちゃ編集凝ってないですか。確かに思いました。結構しっかり作り込んじゃって。ミュートにしまして、ミュートにしまして、次はオクターブ上を歌っていきます。これ自分が歌ったのも聞けないっていうのがなかなか。
あとで確認できないのがですね、サビの前にね何も音が入ってなくてね、多分聞いてもらえば分かると思うんですけど、あーちょっと待って、多分いただいたのってベースと、ね、はい、入ってないからどこ ID か分からなくてね、なんかコードの時になってるやつですね、うん、そうです、だからもう、うわこれ完全に勝ったやんと思って、はい、これは勝ちましたと思いながら分かんない、あ、出入りが分かんねえのこれ、そうです ね、 そう、多分これだったらいけるかなと思って、うん、いやそうですよね、いけるかなと思ったんですけど、ただ自分がキー間違ったこれや完成、マジ完成がめっちゃ楽しみ完全にキー間違ってるから今度こそ最後の1回ということで、でもこれはもう、うん、サビの前が無音だったんで、出だしから歌わず途中から歌いたくて、あー間違えた、あーいいでしょう、まあピッチ危ないところあったけど、まあ直しましょう、直して終わりってこと、ね、上がなのか下なのか分かんないんですよね、何を出しようかなっていうとどんな感じになるんだろうな、最後がハモリの数がすごいですね、あーもうハモリの数がですね、あんまりイジイジしそうそう、私もなんかあの、うん、無難な感じに死ぬのはちょっとなと思って、そうそうどうせなら全部やった方がいいですよね、そうちょっと考えます、そうですよ、そうなんですよ、はい、ということで考えた結果だ、リッチな作りでミスった方がいいですよね、そうですね、まあミスるときは盛大にという、盛大な子はミックスしてくれる人次第ってことで、そういうことでお願いしますあの音程ゆらゆらさせないで、させないハモリにしたいと思うので、面白くないのでカットしまーす、どうなったんですかさあ完成楽しみですね、どうなったのか、そう、喧騒および雑踏の音楽または日常の中に眠る可能性です、もう可能性ですからねあ、でもイントロが雰囲気あります、もうめっちゃかっこいいんですよ、このまんまね、音源で出したいぐらい、そうでもないよね間違えてんのか、なんかこういう、ね、狙いなのかみたい な、 狙いな、 B メロは完全になんか違うんですよね、うん、そうなんですよね、 B メロだってあれですもんね、確か音ないですもんね、そっち、そうそうなんですよ、だからなんかもうラップでごまかしちゃうかなとか思ったけど、はい、ねやっぱり挑戦しましたね、なるほどね、そうか、作った作家もわかんないから、だいたいまあだいたいこの人だろうなみたいな、なんと思うけど、 B メロはコード変えてる前提なんですよね多分ね、あーなるほどなるほどあーなるほどな、いやー面白かったな、でもなんか逆になんかそこそこできてるのがちょっと逆にですよ ね、 そうなんですよね、豪華にずれてるんですよねしかも大きなズレじゃなくて、うん、その絶妙に外しちゃってるのが、キーがちょっと違うかなぐらいのですよね。ねえ面白いな、しかも音量バランスもなかなかに
なんかこうあれですよね、なんか別に全然できてないわけじゃないけど。そうなんですよね。かゆいミスり方してますね。本当にあとちょっとで手が届くみたいな。そうなんですよね、なんかこうなんだろう、なんだろう、こう、うん、DTM 中級者とかで音豪華にしてったら、うん、なんかその音ぶつかってるのに気づかない時に作ったやつみたいな。確かに。だから A メロとか完璧ですもんね、結構ね。いや本当に意外といい感じに。そうなんですね。ねえ乗ってるんですけどね。ちょっと ね、キーのズレがやっぱりあるぐらいで。そうですね。上に行くコードじゃなかったみたいな感じ。いやーでも面白かったですね。いやそうですね、なんかあでも逆にめちゃくちゃやらかしたかったんですけどね、なんかあお互いのセクションだとそんなにやらかしてないですよね多分。そうなんですよね、あガッチャンコした時に、うん、ガッチャンコした時に、なんかちっちゃく事故った感じですよね。そうそうそう、かすり傷みたいな、なんかもっと大怪我したかったんですけど。正面衝突をしなかったですね。正面衝突しなかったですね。まあ意外と目視でできるもんなんですね。いやー本当ですね、そこそこできちゃう。いやまあでもそれは経験則が、ね、あるんからなんですかね。やっぱそうだと思いますよ。だってハモリなんかやっぱちゃんと重厚になってましたしね、なんかその歌っていただいたところ。なってましたか。なんか音はまだ分かんないんですけど。そうですね、あのピアノが自分もめちゃくちゃ低かったんで、あの混ざってもめちゃくちゃになってるとこありましたけど。それピアノのオクターブ間違えてたんですね多分ね。あねやっぱり目視だとそういうことが起こるっていう、起きちゃうんですね。恐ろしいですよ。いやでもなかなかいい曲が、そうですね、味わい深いですね。味わい深い曲ができましたね。味わい深いですね、これアバンギャルドな感じですね。ああもう本当にアバンギャルドな感じで、もうタイトルに、はい、もう喧騒って略するからね、もうみんな。もう自分ももう喧騒とかそういうタイトルになってますけど。そうなんですか。長いタイトルつけてるとでも、やっぱこう、あそういうセンスの人なんだみたいな思ってもらえる感じする。あ確かに確かに、あ確かに名前でだいぶ分かっちゃいますよね。現代アート感みたいなのが出せるんじゃない。だからこういう曲なんだと思ってもらえるかもしれないです。うんうん、確かにタイトルって大事ですね。知らんけど。知らんけど。知らんけど。割と投げやりで。いやそうですね。いやーおなんかやばい曲できましたね。いやー本当にありがとうございました。ありがとうございました。那覇市さんと組めて楽しかったです。誰と組んでも面白いですけどね。わかんないんだもん、だって。確かに。まあ一番最後なんでね、はい、聞けるのは、はい、はお疲れ様でございます。面白かったです、ありがとうございました、はい、お疲れ様です。ワンステップ、あちらこちら、うるさいディレイ。